それではシャックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。中村です。今日は僕の仕事の一つである市場をお届けするんですが、ただの市場じゃないです。でですね、まあ仕入れた車両の市場とかをよくやるんですけど、あとまあこういう整備後のお客様の車両とかを軽く異常がないかとかを確認するのはしてるんですが、最近ちょっとお客様のオーダーとかカスタムでドラッグスターすごいうち多いんですよ。で250と400純正のものも含めて僕ちょこちょこ試乗することが多くて、で今回の試乗がな、昔動画にも出てるフルカスタムの車両のドラッグスター400の試乗なので、純正とどんな感じで違うのかなとか、結構問い合わせで乗りにくいんですかとか、こここういうカスタムにしたいんですけどどんな感じなんですかねとかっていうのを公式の LINE の方でもいただくので、それも含めてお話ししようかなと、乗りながらですね、実際に。で今回のは乗り心地みたいなところで言ったら大きく違うのはシートとハンドルですかね。ドラッグスターはもう少しライザーが手前に来て、姿勢ももう少し乗りやすい感じの広めのハンドルなんですけど、今回低めのちょっと短いバーハンで、シートは薄いソロシートで、ハンドルとシートと、あとはそうか、ステップですね。ステップは純正と同じオワコンです。正直今軽くエニーから出て走ってみたんですけど、あんまり乗り心地は変わりはない気がしますね。なんか特別乗りにくいとかもなければすごい変わったなっていう、前純正乗ってた時と違うなっていう感じもそこまで大きく感じないので、見た目がっつし変わるんですが乗り心地に影響はないかなっていう感じです。でもソロシート結構薄いので、今みたいに信号待ちの時とかは足つきは抜群に変わります。もうほんと椅子に座っとるような感覚で信号待ちも苦労なく待てますね。まあちょっと慎重に自信がない方とかでもこういうカスタムするとだいぶ乗り味変わるのかなと思います。でやっぱハンドル周りだいぶすっきりしてるんで、純正乗ってる時よりも視界にバイクが入らないのはまあちょっとなんかいいですね。逆にフルカスタム特有のスッキリさというかはありますね。なんかこの先、まあ、ちょっと道は綺麗なので段差みたいなところをまだ感じるのはもうちょっと先になると思うんですけど、そこも楽しみですね。で今回この車両は車検で預かってたもので、その後軽く整備をしてといいますかでの試乗なので、長い距離は全然走らないんですけど、まあ、それでも結構伝えできることはあるのかなと思うので、とまあ細かいところなんですけど、スイッチボックスですね、ハンドル周り、最近でもライトカスタムとかハンドル交換のついでに一緒にやる方が多いんですけど、スイッチボックスコンパクトか、これウインカーが結構慣れないですね。上が右で下が左なんですけど、純正って真ん中押したら消えるじゃないですか。もうこれ消えないので自分でちゃんと戻さないといけないっていう、なんかこのやり方っていう慣れが必要な、このやり方は慣れが必要だなと思います。ウィンカーに関してはさっき店出る時にもそうだったんですけど、ウィンカーがちっちゃいので、まあ向かい側からはちゃんとね見えるとは思うんですけど、こっちがそのちゃんと光ってるのかが見えづらいので、消し忘れ多そうですね。まあ、ちゃんとインジケーターがねついて伝えてくれるので、消し忘れはどう考えても自分のまあ不注意なんですけど、でもなんかこの感じは僕純正の SR のまあスイッチボックスなんで、ああいうのとかね結構なんかああいうのに慣れてる方は結構苦労しそうな気はします。で逆に国産アメリカンで迷ってる方って、このドラッグスターってねすごくいいんですよ。なんかふわっと力強く伸びていく感じがするので、道がスイスイの時とかはあんまり振動のストレスもなくすごく走りやすいんですよね。で今回はマフラーはやっぱり全然違うので、そこの、まあ、迫力みたいなものはフルカスタムだなというか、まあ、感じはしますね。まあマフラーだけでフルカスタムだなっていうのもあれなんですけど、あと乗っててもう一つ思うのはタンクですね。これ今回スポタンがついてるんですけど、実際ドラッグスターの純正のタンクってまあまあ大きいんですよね。
なんかウミガメの甲羅ぐらいの大きさあるんですけど、やっぱスポタンになるとすごいすっきりするんで、こうね、信号待ちした時とかに、なんかちょっとしたこう下を見た感じとかは、あ、全然違うなと思います。足回りとかもすごくすっきり見えるので。で、多分純正はあれですよね、スピードメーターとかがもう多分タンクに埋め込んであると思うんですけど、まあ、今回スピードメーターも別でコンパクトにされて付けられているので、その点もやっぱこうコックピット周りっていうんですかね、もう全体的にすごくすっきりして、最近は純正の市場がすごく多かったので、あ、やっぱ違うなって思いますね。まあ、エンジン周りとか当たり前にその何かいじってるとかはないので、乗り心地とか乗り味はもう純正のままっていう感じです。あー、でもやっぱシートですね、このシートやっぱやや薄いので段差とかは内臓にガツッとくる気がします。一回試乗した中で、ローダードルサスを入れてた、まあ、見た目純正だったんですけど、実は入ってたのかなっていうのがあったんですけど、あれはすごかったですね。すぐもうちょっとの振動でどかどか内臓に来る感じがありました。今回のそのシートそこまでではないですけど、やっぱ純正に比べるとちょっとしんどいかなと思いますね。薄いので。あ、音やっぱいいですね。この400の国産400の良さってあれですよね、結構街中でアクセル開けたらこういう音を楽しめるところですね。音の割にそんなにスピードが出てないんで、ね、逆に言うとちょっとこの迫力ある音っていうのが気軽に楽しめる感はあるんですね。あれとかですと行動でね、そのポテンシャル全開とまでが、まあ、ガッツし発揮することってあんまりないと思うので、すごく印象的な感じはしますね。そこが、あとはマフラー周りが熱いっす。エキパイからマフラーの感じがめちゃ熱いですね。純正はね、マフラーのガードみたいなのがついてたと思うんですけど、めちゃくちゃ熱いですね。僕があんまりこういうタイプのバイクに慣れてないっていうのもあるんですけど、そこくらいですかね。乗り味は全然思ってたよりも全然乗りやすいって感じですね。まあ、なんかこういうでもやっぱ特別仕様な感じってやっぱフルカスタムならではなので、結構こう横で歩いている人たちも振り返ってみたりとかしますし、僕のバイクじゃないのに満足感みたいなのはあるので、やっぱオーナーさんはさぞ嬉しいんだなと思います。あとはそうですね、まあ、やっぱりトラックスターの、まあ、僕まあずっと単気筒に乗ってるともあるんですけど、やっぱ速いですよね。普通に力強いというか、アクセル開ける分だけ前に進む感じがあるというか、すごくレスポンスいいバイクだなって思いますね。それでいて国産アメリカの中では数少ない空冷じゃないですか。だからこのフロント周りのよりちょっとスッキリした感じもかっこいいですね。あー、いいですね。めちゃくちゃ速いハーレーが通り抜けてきました、ね、トンネルの中でのこの音いいですね。やっぱりなんか思わずアクセル開けたくなるようなバリバリ音はかっこいいですね。この辺道悪いんですけどね、ちょっとあえて悪い方を、そんなに道悪くなかった。でも今ちょっとの段差でもやっぱちょっとグッときますね。乗りづらいっていうほどのものではないんですけど、いや、すごくいいバイクですね。なんか乗ってて気持ちいいなと思います。今ぐらいのカーブの時とかはちょっと倒すのに気使う感じはやっぱしますよね。擦りそうな感じするす。まあやっぱ結構振動は直に行きますね。まあ結論もまあ店に戻っちゃうんで、結論言うとそんなにあのフルカスタムをしたから、まあこの車両に関してはですけどね、フルカスタムをしたから乗りづらいとかはないです。もう結構純正と同じモチベーションで乗れるんじゃないですかね。まあ、細かいね、あのパーツのところに関してはもう何でもそうですけど慣れだと思うので、あんまり気にされなくてもいいかなと思うんですけど、ここね、あの隣がガラスなんで見えるんですよ。ちょっと思わず一回鏡でバイク乗ってる自分の姿を確認できるっていう、すごく乗っていて気持ちいいバイクですし、フルカスタムすると毛色も全然変わるので、
やっぱ人気な理由が分かりますね。まあ、本当に問い合わせいただく方が気にするほど乗り心地にはさして影響なく気持ちよく乗れるのかなと思います。やっぱりそのシートの柔らかさうんぬんとかいう人にはこういう薄めのシートっていうのはあんまりおすすめはできないですけど、やっぱ見た目のかっこよさと機能性ってなかなかね比例しない部分がどうしてもあるので、そこはまあちょっとうまいバランスを見て決めていただくのがいいですね。うまく伝わったか分かりませんが参考になればと思います。で、僕もめちゃくちゃいろんなバイク乗ってるわけではないので、詳しいこととかなんか聞くにちょっとこれから乗ってみたいな人目線ぐらいの感想しか言えないのが申し訳ないですけど、すごくいいバイクだったのでぜひ皆さんもご検討されてみてください。ありがとうございました。